覧くださった皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。3月23日の土曜日、東京国際展示場、通称東京ビッグサイトで開催された第51回東京モーターサイクルショーに行ってきました。去年見に行った時も雨だったのですが、今年も天気に恵まれませんでした。もしかして私って雨女？先に上から目線の感想を言っちゃうと、会場か展示ホールをなんとかしてくれ。今年初めみんなで東京オートサロン行った時、いいなって思ったのが、展示ホールに縦移動がないことと、展示ホール内に曲がり角がないこと。これは会場が幕張メッセっていうのが大きく関係してるわよね。対して東京モーターサイクルショーの会場である東京ビッグサイトの西展示レーンって、展示場所が1階と4階なのでエスカレーターでの縦移動があるし、フロアデザインが1階はこの字型、4階は L 字型になっているし、何よりフロア面積が狭いんじゃないかしら。狭くて1平面じゃないところに展示ブースがあるから、場内の移動がしにくいし、お目当ての展示車両になかなかアクセスできないだけじゃなくて、お目当ての出展ブースのエリア内に入るのも大変なのよね。あげく本田さんはブースの中に巨大なガチャポン設置してくれちゃったもんだから、ガチャポン待ちの長蛇の列ができちゃって、ホンダブースには入ることさえままならなかったわ。他にも人が滞留しちゃって通路に列を作っちゃってる出展者ブースがいくつかあって、交通整理をしてくれないかしらって思ったわね。なんでワンフロアで展示できる東展示場じゃないのかしらって思ったら、思い出しました。去年も確か同じ週末開催で東展示場を使っていたじゃない。アニメジャパン2024が東を使ってるんだわ。そりゃ今のご時世、二次元にモーターサイクルが勝てるわけないわな。アニメジャパンは2025年ビッグサイトでの開催が決定しているようなので、来年以降のモーターサイクルショーは日程ずらして東で開催するか、幕張メッセに会場を移してもらいたいわね。大阪や名古屋のモーターサイクルショー会場ってどうなってるのかしら。東京がこんな移動しにくいんじゃ、いっそのこと大阪か名古屋に見に行った方がストレスたまんなくていいかもしれないわね。ついでに観光でもすれば一石二鳥だし。愚痴っぽい総評はこのくらいにして、見て回ったブースを紹介していきますわね。真っ先に向かったのは川崎。鈴金感染者が真っ先に川崎に行くななんて言わないでちょうだいね。年始のオートサロンで見た目黒と W230、 それと KLX230 に動きがあることを期待したんだけど、2024年中に国内で販売が予定されていること以外、価格なんかの発表はなくてちょっと残念だったわ。 800cc の方もそうなんだけど、目黒の漆黒のボディカラー、何度見ても惚れ惚れするわ。垂涎ものね。続いて向かったのがスズキのブース。お目当ては V ストローム 250SX 一択です。オートサロンの動画でも触れましたけど、オフ車にちょっと興味があって、トランポすることやオーナーの体格を考えると 250cc 以下のオフ車じゃないと。なのでそうなると新車ベースでは、他にはお高いホンダの CLF250 かアプリリアの RX125 くらいしか選択肢がないのよね。できれば 125cc オフ車の復活を各メーカーにお願いしたいわ。お目当ての見学が済んだので、お次はタイヤメーカーのブースを回ってみました。でもミシュランは出展してなくて、有名どこではブリヂストンとダンロップだけなのね。できればミシュランロード6の現物を見たかったんだけど、残念だったわ。今私のタイヤはダンロップのスポルトマックス、ロードスマート3なんだけど、オーナーはもう少しツーリング寄りのタイヤをご所望なのね。そこで最近評判の良いミシュランロード6を見てみたかったみたい。ちょっと残念に思いながら会場をうろついてたら、パターン的に目に留まったタイヤがあったので立ち寄ってみたら、キムソンというタイヤメーカー、4人の間では最近話題をさらっているアジアンタイヤ、もっと言えばチャイニーズメーカーのタイヤブース。気になったので自宅に戻ってから調べてみたら、日本のバイクメーカーの純正装着タイヤを OEM 受託生産している中国のタイヤメーカーで、
株式会社カスタムジャパンさんは、日本総代理店のようです。純正装着タイヤを OEM 生産してるってことだから、今私がつけてるダンロップも、ティムソンで製造されたタイヤかもしれないってことよね。アジアンタイヤについては AZ ちゃんの難関タイヤでは、性能面での不満や不安はないって言ってたから、価格によっては選択肢に入れてもいいのかもしれないわね。タイヤメーカーではもう一つ、ブリヂストンも覗いたけど、オーナーの目論見に合いそうなのは、バトラックスのスポーツツーリング T32 になりそうね。うん、でもこれだと、現行のダンロックとパターンが似てるから、あんまし面白くないかも、ですって。さて、お次はどこへとプラプラしてたら。ああ、出たよ、出ました。みんな大好きワークマン。ホンダとコラボして作ったという、レインジャケットの、会場限定特典がつく販売をしているようだけど、すごい人だかりだったわ。でもこれ、特典が目当て、ホンダが開発に関わったから、ホンダフリークさんが集まってる。それともワークマンを愛してやまない方たち。私的に、これはないわ。確かに数字上のスペックだけ見れば、高性能のようだけど、色とかデザインとか、あまりかっこよろしくはないんじゃないかしら。実際に物を見ると、ここの V ライン、大きなポケット収納のフラップになってるんだけど、試着してみると、なんだかこの V ラインが大目立ちで、洗練されてるとは言いにくいし、スポーツタイプのバイクだと、前傾姿勢を取るから、このポケットに、大きなものやたくさんのものを入れたら、乗車姿勢が苦しくなっちゃうから、結局、ポケット自体もさほど、使うとはちょっと思わなかったわね。私も秋冬用に、ワークマンのイージス、インビンシブルリフレクトや、イージスの防水防寒スーツのライディング、ライム持ってて、気に入って使ってるけど、これはちょっとだわさ。ワークマンを後にして訪れたのは、三つ葉三幸和さんのブース。バイク用のドラレコを扱っていることで有名ですね。私は予算の関係で、中華製のドラレコにしちゃったけど、ここで気になっていた製品、ウェアラブルレコーダーの、フィット360をチェック。ネックハングして装着する360度録画のレコーダーなんだけど、実際首にかけてみたら思ってたより重いのと、前傾姿勢が強いと正しく録画できないことがあるって注意書きにあったから、スーパースポーツ系バイクには合わない可能性が高いわね。残念。ブース訪れて初めて知ったんだけど、三つ葉三幸和さん、4月から始まるテレビアニメハイスピードエトワールのスポンサーだったのね。このアニメ、私もちょっくら気になってて。だって、なんか久しぶりに、本格的なモータースポーツアニメっぽくない？私の知ってる範囲だと、本格的なモータースポーツアニメって、F、とか、二人だかじゃない。え、バリバリ伝説やイニシャル D もあるだろって。そうね、バリバリ伝説はサーキットデビューを果たすから賛成するけど、イニシャル D は公道でレースまがいのバトルをする。ならず者から、完全に抜け切らなかったから、モータースポーツまでたどり着いてないわよ。コミックやアニメは面白かったけど、めぼしいものは見ちゃったので、なんとなく会場を歩いてたら、ちょっと気になるものが目に入ってきたのね。それが、こちら。フリードコンさんの、レコーダー付きインカム、R1 プロ。基本は、ヘルメットに取り付けるインカムに、ドラレコ機能が追加されたものだけど、GoPro なんかのアクションカムを、ヘッドマウントする時のヘッドストラックと組み合わせると、カメラをほぼ目の高さにつけられそうで、ファーストパーソンビューで動画撮影できるウェアラブルカメラみたいに使えるんじゃないかしら。ギアちゃんがセーフティーゴーグルと安いアクションカムで作った、なんちゃってウェアラブルカメラみたいに本人目線の動画が撮れるし、インカムレコーダーの重さとヘッドストラックの掛け心地にもよるけど、車を運転している時のドライバー目線動画の撮影にも使えるんじゃないかしら。そんなこんなしながら見て回って、時間は15時半に、天気がもっと良ければ、フォーミュラ E、東京 E クリックスのコースを歩いてみようかと思ってたんだけど、雨が止みきってなかったから、それはしないで、帰ることにしました。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。今日も、明日も、明後日も、その先もずっと、ご安全に。